実は面白い話があるんだ。シリーズ累計2600万部突破、超大ヒットコミック「ゴールデンカムイ」が実写映画化。主演の山崎賢人をはじめ、山田杏奈、前田郷敦、矢本悠馬、玉木宏、舘ひろしなど豪華キャストが集結。映画「ゴールデンカムイ」公開記念、一攫千金サバイバルバトルのストーリーに迫る。あんた不死身の杉本って呼ばれてんだってな。日露戦争帰りの元軍人杉本佐一は、ある目的のため大金を手に入れるべく北海道で砂金取りに明け暮れていた。そんな時、ある男から埋蔵金の噂を聞く。一部のアイヌたちが密かに軍資金を貯めていたらしい。それを一人の男がぶん取った。アイヌを皆殺しにして。どこかに隠された莫大な金塊、その在りかを見つける鍵は、入れ墨だよ。謎を解く鍵は24人の囚人たちに刻まれ世に放たれた。金塊を手に入れるため入れ墨を集める杉本は、アイヌの少女アシリパと出会う。覚悟がないなら諦めろ、弱い奴は食われる。そんな二人の前に、同じく金塊を狙っていた大日本帝国陸軍最強の第七師団が現れる。我々の戦争はまだ終わっていない。どれだけ危険な博打に手を出しているのか分かっておらんのだ。さらに土方歳三、戊辰戦争で戦死したと思われていた新選組の土方歳三も金塊争奪戦に参戦。これから北海道は戦場になる。人気漫画の実写化、本作の魅力について伺うと、物語の軸もしっかりあって、それぞれのキャラの信念も正義もしっかりあって、本当にてんこ盛りのものすごいエンターテインメント作品になってるんだなって。単刀直入ですけど、面白いの一言しかないかなと思ってますね。本作の見どころは、何といっても埋蔵金をめぐる三つどもえのサバイバルバトル。設定自体がやっぱワクワク、こう男の子からするとすごいワクワクするなと。金塊の隠し場所をこう入れ墨のにみんな分けて、それを追っていくという、単純に宝探しの旅なんですけども、そこにはやっぱり男のロマンがあって魅力的ですね。もう一つの見どころは、本作を語る上で欠かせない重要な要素であるアイヌ文化。言葉に込められた自然と共存する生き方、北の大地を生き抜くサバイバル術など、丁寧に描いています。命と向き合える作品だなって思いましたね。熊とか鹿とかを取ってもこうカムイっていう概念がアシリパさんの根底にはあるので、自分が口にするものとか自分が殺すものとか、ご飯をいただくときにひんなひんなってやるんですけど、ありがとうございますの言葉と意味なので、そこは意識してひんなひんなしてました。私はすでに父を無残に殺されている。危険は覚悟の上だ。莫大な埋蔵金をめぐり、三つどもえのサバイバルバトルが始まる。俺は不死身の杉本だ。